ちで金子大爆笑しててさ、富澤目を富澤目をやばいして、そこ何回も巻き戻してみてて巻き戻って、でもあれ大爆笑。しかも私自分で聞いたんだけど、もう笑い声がさ、おばちゃんなの。黙ってるよね。そう、自分でも分かった。黙ってた。B なんとかだ、ダウン。ダウンとかさ、だから私、あれって、ターも濁点つくけど、私もかなりやばいなと思って。ちょっとしたなんか、生活っていうか、そういうのが見れるだけで、なんか、あ、なんかこういう風に工夫してんだとかっていうのが、私は結構、YouTube で、うん、なんか、情報できるんだよね、みたいな。だからミニマリストの人のとかもたまに見るの。そろそろ前見に言ってたその断捨離、それはやっぱり大事なんだなってすごい思って、だから本当に自分のその生活パターンがまたこう整ってきたらっていうか、ルーティンが整ってきたら真剣にちゃんと断捨離しようって思ったので、私思ったの。本当にやってほしいんですけど、で結局最終的に自分が一人で住んだと思った時に、物は最小限でいいんだと思う。信じられない。ところはそうなんじゃん。私ね、パパと陰で言ってるもん、うん、シャリガンできないことだから。一回私が散々言ってるな。言ってんの。散々やれやれ言ってるな、うんうん、だから私本当に手伝うって言ったじゃん、うん、でもやんないじゃん、うん、ちょっとずつやってるんだよ。やってんの。やってる。ちょっとずつじゃダメだな。本当に物がある場合一世時代の本当に命がけで、うん、もう朝起きたらすぐ何してよっていうぐらいになるぐらいの、もう勢いでやんないと。自分のあの部屋あるじゃん、うん、あそこに今寝てないよね。あそこ物置になってるじゃん。え、寝てるよ。前の自分の部屋に寝てる。寝るとこ作ったの。寝るとこってちゃんと寝てますけど、前の自分の部屋で寝てるよ。ちゃんとベッドあってすごかったじゃん、うん、物ないないない。今はないよ。あの洋服ダンスの中ってさ、何があったの。よく出せてクローゼットの、うん、あそこはだから全部あの中のものを捨てたの。捨てたの。うん、捨てたので私1回見たけどすっごく、あ、そうだよ、あの時パンパンで結局肩パッド入ってる。そう、向かってなんかアメリカン、そうアメリカンフット今来たらだよもうアメリカンフットもうガッツリもうみたいな感じになって、ね、金ボタンでもね、もう取られるよ、取られない。もう本当返されるよ、あれなの。なんか確かに変な昔のブランドものね。あ、そうだよ。あのすっごいあれも全部捨てた。うん、あのビビッドな色のやつ、うん、あのアンドレルチアノとかの。で、あれ全部ブランドのバッグいっぱい持ってた。あれがでもセカストに持って。クローゼットの中っていうのは、うん、両エアだから。円。そこをパンパンにしてたらいい円が入ってこないと思って、うん、だから風通しよくしてくださいって。クローゼットが円なのよ。あ、そうなの。だからいい円、うん、いい仕事の円、うん、人との円が欲しかったらクローゼットはそんなにパンパンじゃダメ。なんか友達とかさ、そういうものでの円はすごい自分で恵まれて、幸せなぐらい恵まれてるなと思うんだけど、別の方の円はそれなんだな多分。別笑いすぎでもそうなんだよね。娘に言ってるもん。クローゼットパンパンにしちゃダメだよ。だって私ここ家建てるときに、うん、南東の部屋がやっぱり女の子を入れる病院に恵まれる。だから私娘は南東の部屋にしたんだもん、うん、でだからクローゼットもパンパンにしてると、うん、いい人と出会えないよって言って。え、うち南東タワーだったよ。でも両親に恵まれたもんよ。恵まれた。南東タワーだったの。南東タワーだった。だって東、あ、じゃあ東だからだあれでもそうだね、部屋の場所は部屋の場所によりみたいな。いや、そうじゃないね南東タワーだった。ああ、でもでも私ね、おかげさまで。でも私思うよ、私なんかよりターが本当に良縁に恵まれたのは本当に良かったと思う。私その方が一番いいと思うよ。なんで。いや、あ、よくない。うちのその血を継いでいくっていう意味ね。いや、私そこまで細かいことは全く考えない。うちのほら両親もそうだと思うけど、なんかそういうことじゃなくって、なんかなんだろう、だってでもやっぱり気持ちが優しいじゃん、もともと。で、まあ、
これぐらいの年になってもだけど弟ってやっぱり弟だしね、うん、で男じゃん。だからお嫁さんをもらったらなんかその人をやっぱ幸せにしなくちゃいけない、守ってあげなきゃいけないっていうのがあるから、だから女ってなんだかんだ言ってちょっと強い部分もあるでしょ。あ、なるほどね、あるあるある。だからやっぱり強いよね。だからそれを考えるとやっぱりターは病院に恵まれて一番良かったと思うよ、うん、あれえみたいな、うん、でも良かったと思う本当に、うん、それは思う。でもなんかさ、うん、最近ターがすごい吹け込んできちゃって。そうなの？で、私がさ若返ってきちゃったのそれって、うん、私はノンストレスじゃん。逆にストレスかけてんじゃないかなと思う。夫婦どっちもこう、ストレスないってなくない？どっちかが我慢してない。それ言ったの、うん、我慢してない。うんうん、でもみんな我慢しなかったらうちめちゃくちゃになるって言われた。そうやっぱり我慢してんだよねどっかでね。だって我慢してるだろって言われたから、うん、我慢してないよって言った。いやでも。それぞれ我慢はあると思う。どんな時でも。そうもないんだよね。でも家庭それはそれでいいこと。逆に奥さんがその我慢をないんだよねっていう方がなんか私はうまくいくんじゃないかなとも思うし。要は亭主関白よりかかれんかの方がいいってこと。かかれんかでもないんだよね。かかれんかでもないよね。亭主関白ていうかあれでしょ。でもない。父子家庭だよね。あの3人子供でしょ。そうね、うん、でも多分そうね、たでも私も思うけどターにはミーみたいな人だからターもなんていうのかなこう楽しく幸せな気持ちでいれるのか。気が置けないよ。いや気が置けないよ。気が置けない。気が休まらないと。だからそれはそれであるけどでもなんか、うん、でもさ結局さ、うん、してあげたい人とか自己犠牲強いじゃん、うんうん、だからさ自分がしてもらってさ、ふんぞり返ってるよりもさ、うん、尽くし型だよね、あっちが。ターンの方が。私、こう見えてそうなんですよ。え、これ、田崎真也です、みたいな。田崎真也。これ、お姉さんにいただいた。何の記念だっけ ?50日毎日投稿終わった後でね、いただいた。そうか、そうか。届けてくれたね。これ、ちょっと飲んじゃったの。でもこれ、いや、全然飲んでていいんだけど。いつもなんだっけ飲んでから1ヶ月後クリスマスの時開けたんだよ私。あ、だからだいぶ飲まなかったの。多分すごいワイン好きな人は飲まないんだろうけど私はあまり気にしません。何を？え、全然大丈夫。でも開けたばっかりだよ。あ、じゃあ全然大丈夫、うん、こっちリワインなの。私これ飲みやすくて、しかも友達から最初いただいてなんて美味しいんだ。飲みやすいの。20代でさ、うん、あのチリワインね飲んでたのね。美味しくてね。しかもあの398円台で。え、違うよ。だって私の誕生日の時ちょっといいとこ連れてたじゃん。そっちか。あ、そう、あそこさ私が普段行ってる中で一番超いい。もうないよね。行ってみたかった。一回いろいろ調べて、うん、せっかく誕生日だから美味しいとこに連れて行きたいなと思って。だからもうなんかビジュアルもすごいし、なんか思わ、え、正直すっごい昔出てきて細かいとこ覚えてないんだけど、すごい高級そう。だってこう地下に降りてってガラス張りなのお店、うんうん、だけどなんかちっちゃい橋みたいなのをふーって渡って入ってんの、うん、でなんかこう個室みたいなのもいっぱいあって、でこちらでみたいな、うん、であとねでもなんかコースっていうよりも30ぐらいの誕生日かな当時。子供いないから。あ、でもそれぐらいだよね。お店やってたじゃん。そうだそうだ。だよね。うん、だから、え、懐かしい。結構飲んだね、あの時。飲んだね、飲んだね。うん、私当時ワインがすごかったから本当に大好きで。だからあの時好きって言ったから、うん、じゃあワインに行こうかって言ったの。うん、私さ昔本当これ動画でなんか一回言って消しちゃったんだけど撮影して。友達とさワイン飲んでさ年下の子でさ二、うん、人でさ。そうなの。なんであのビール飲んで結構飲んで、うん、次の日みんなでお墓参りだった。え、家族と、うん、で何本飲んだの。多分ビール飲んでワイン飲んで一人だから1本ずつぐらい飲んだのかな。結構だね、うん、で次の日お墓参りって分かってんのに飲んで、で藤崎で、うん、あのおね
手土産を買って、うん、持ち歩いて、うん、国分町、そしてもう酔っ払ってるからボロボロなんですよ。その時に普通にあの何セダンみたいな車に、うん、お姉さんとお母さんとお父さんと、うん、タラと私子供いないから、あタラもいたあ、うん、そうかそうか、5人で乗ってったんだけど、うん、もうさ二日酔いでさもう二日酔いでもうほんと具合悪い、ほんと具合悪くて、具合悪いだろうね、そう具合悪いしもうほんと寝てないしもうどうしようと思って、でもなんかソルマックとかいっぱい飲んでソルマックでもなんかお母さんもほら飲む人だから、うん、分かるよ、二日酔いの姿とか、うん、でもお父さん飲まなかったじゃん、うん、でも笑ってたけどさ、けどなんか初めてうちに来てくれた時、うん、覚えてる、うん、でもなんか私に T シャツとかもさ買ってきてくれたんだよね、ラブラの T シャツ買ってきてくれた、え初対面で、うん、なんか水色のさタート一緒に選んでくれたっつって、私今でも覚えてるよ、でお母さんに何か買ったんでしょ、お母さんにもなんかね買ってくれてたの、うん、でやっぱり女やね、いや初対面だからね、覚えてるいや初対面でも普通菓子より一つじゃない、いやでも私だからすごく嬉しかったよ、と思って、でほらでもあの時太ってたから私はまたグブグブだよ、この頃ね、だから入った、え、入ったじゃん、だからこそ、ちょっとだからこそ、大きいあ、ね、サイズ分かってるよと思って、じゃあ、何で選んだのよ、メンズのメンズでもだから、あれだって、レディースの L でもあの大きさはない、多分びっくりして、自分でなんかどっか部屋に入るかな、でもあれ会った時に、うん、うわ体格いいなと思ったんだけど、うん、でもね肌がすっごいもちもちしたの、あそう肌ツヤいいんだなって、そうなんだよ、張りがあるから別な意味でそうあれ肌がね、うん、すっごいねファンデーションの色とかも良くて張ってるからね、肌綺麗って思ったのよ、顔は悪くないってちょっとね、タのお姉ちゃんってこういう体感感じなんだって、でも太ってんなは多分正直だと思う、だって太ってんなって普通そんな思ってないよ、いやいや思うたんけど、私は痩せてたもんね、痩せてたよ、ね、もうちょっと痩せてたで、もうちょっとでか、いや今より7キロ痩せてた、7、8キロ痩せてた、すごいです、赤い T シャツになる、もうラガーシャツになる、えすごい、チェンジパン、そうだよ、あのほらなんだっけ、モーレに入ってるさラガーマンって思った、なんだっけ、女ラガーマンもうトライできる、肩パッド入れなくてトライできるぐらいの肩幅だからねもう肉好きと、だってあの時本当にこのまま部屋だなと思ったの、でもいざ外出する、いざ飲みに行くっていうと、うん、めっちゃこんなピンヒール履いて、うん、あのおしゃれして、うん、ここ結構空いた服着て、うん、でブランドブロックもでも自分ではすっごい嫌だった、なんかすごい嫌だったっていうかどうしようもなかった、アクティブに飲み歩いてたよね、あの当時さ、だってあの頃だからって思ったもん、ちょっとヒールだけ強めにしてもらうぐらいの勢いだからだけど細いヒールだよ、そうなんだから、実は俺のが本当心配だもん、だから私は体感したけどピンヒールのヒールはかなりの重量に我慢できるあれだって何も補正してないからねでもあの頃思ってた、なんか自分では自分がすごい太ってるって分かってたし、あどうにかしなくちゃいけないな、人生最大になったなって思ってた、うん、でもかといってじゃあ友達に高校行こうって言われた時に、まあ、なんか今の自分の姿嫌だなって思うけど、でもそれが今の自分の姿じゃん、でもじゃあ努力しなきゃどうにもならないじゃんって思うし、うん、じゃあでも友達に会いたいし、会いたいって言ってくれてるしと思って、じゃあ行こう楽しもうと思って行って、まあ、ピンヒールには耐えてもらったけど、でもそっからいろいろ調べて、あじゃあどうすればいいんだろうってなって、で毎日なんかこうトレーニングしようと思うとストレスかかってたのね、だからじゃあ食べ物から変えようと思って変えたりとかしながら、まあ、少しずつ落としてた、で最高落としていいのってなんか1ヶ月で2キロとかそれぐらいなんだって、だから一気に痩せちゃうとまたリバウンドするからっつって少しずつ落としていった、あの時に、うん、でも彼氏いたんだよね、うん、だからいた、あのやっぱりさ、うん、あのそうやって消極的になって家に引きこもったらできないじゃん、うん、でも
こう出てたよね、外にね、うん、外にどんどん。なんかでも私不思議だったのが、うん、なんかそんなにこう太っててさ、なんかでも友達って優しいからさ、なんか友達ってやばいね、さすがにって言うと、でもさって意外とさ筋肉質引き締まってるからさ大丈夫だよとか言ってくるのね。でもいやそんなわけないよねみたいなの。でまぶたにもこう脂肪がつくからどんどんこう目がさ、うんね、どんどんなってくるの、うん、で自分では自分でわかるからさ、あ本当にまずいまずいと思うんだけど、でもそれでも友達に会おうと言えば楽しいから言ってたんだけど、でもそんな私のことでもやっぱりなんか好きって言ってくれる人はいたんですね。それはそうでしょ、キャラクター。そうだね、なんだろうね、なんか私もそうだけど、その人の体型がどうとかっていうんじゃなくて、やっぱり、うんまあ、なんか一般的に言ってしまうとなんか普通すぎるけど、ね、やっぱ中身なんだよね、うんうん、だから私ね、やっぱり人間味のある人は好きだから。写真見ると可愛いけどね、その時はその時でなんかバーバママみたいでしょ、あの子。なんか別人でも正直今とあとなんかこう脂肪で、うん、ここのまぶたの上とかも脂肪で追いやられるから、ね、だから痩せてからの方がお父さんに似ちゃってんだよ。そうほうれい線とかさ、ほうれい線っていうか目がくっきりして、あのここくぼんじゃうんだよね。おかえり、かわいかった。ラジコンしてきたの。何だよ、ラジコン。え、まだ作ってないんだけど。嘘、めっちゃ腹減った。やばいじゃん。え、もつ鍋作るからじゃん。やばいじゃん。え、お腹空いてる。ごめんごめん。え、体引き締まったんじゃない、またこれ食べていい。これさ、パパ作り方ちょっとさ、考えて。え、これ食べていい。え、うん、私キャベツだけでいいっすからじゃん。なんか、考えてて、あの、もう考えてってあれ、二人でガッツリ飲んじゃっててさ、ごめんね、どうしよう、ごめん、すぐすぐけどさ、めっちゃさ、二人で喋ってたもんね。どうしよう何のラジコンしたの。待ってよ、ちょっと待って、あ、ちょうどでもいい感じで溶けました。じゃあラジオ、あのラジオだっけ、作り方だよね。 GF01 いいね。マギータイプで、あ、リビング電気つけてねえね、マギータイプで、うん、外でやるやつみたいな、あの四駆のやつ。そう、タイヤめっちゃ太くて楽しかった。ニションちゃん欲しい。あれ、ラジコンってさ、昔からねえねえ、なんか行く方向と逆に行ったりとかしてるのね。でもパパ好きだって。スープを入れ、しっかりと馴染む、少し混ぜながら中火にかけます、うん、じゃあさ、鍋は2つ必要だね。とね、醤油と味噌味だった。じゃあ、土鍋出します。米出し。うん、はい。素晴らしい。これ筋トレになるね。だから。キャベツ筋トレ。ダイエットチャンネルやるなよ。私さ、もう。大ちゃん、大ちゃん、あー、いきなし腹減った。すいません、今やります。恐れ入ります、頑張ります。